ポンポンポン。皆さんこんにちは、大分の高知親方です。一足早くゲットしました。じゃじゃん、こちらジュースジュース、ハロプロのですねアイドルグループでございますが、新曲ポップミュージック、そして好きと言ってよリリースされました。本当にですねこの曲楽しみでした。まああのハロプロにですね、まあ、モームスを20年ぶり好きになってもはや、まあ、10ヶ月ほど経ちました。でその中で、まあ、モームス以外でもハロプロにもですねまたいろいろと詳しくなろうなと思って興味持っていた一つのグループがジュースジュースです。まああの個人的な印象、まあ、いろいろ評判聞くと本当あの歌がうまいグループということで、まあハロプロ界の私はリトルグリーモンスターだなと思ってますけども、まあ、そのジュースジュースのですね新曲ポップミュージック好きって言ってよということで、新メンバー2人が加入して初めて8人体制で初めて、そしてこの宮本かりんちゃんがですねもう卒業しちゃうんで6月に、チャンさん最後の、シングルということで、まあ、非常に楽しみでした。で、まあ、ネット上では先にですねこう YouTube でこの2曲リリースされましたが、まあ、特にこのポップミュージック本当にねキャッチーな曲で私本当にヘビーローテしてます。もともと今年あのカンさん、愛は勝つのカンさんがまあリリースされてその曲をカバーしたんですが、まあ本当まさにキャッチーという名が似合う本当に面白いポップな曲でございます。まあ、今回この CD 通常版を買いましたのでトレーディングカード入ってます。さあメンバー誰が入ってるか楽しみですし、まあ、曲についても簡単にちらっとだけご紹介いたします。ちなみにですねこの曲ポッポッポでハトが出てくるんですね。あのミュージックビデオでハトが出てくるんですけども、まあ、本当はですね私そのハトの片思いを買いたかったんですけど、100均にはなくてそして実際ネットであるんですが1600円ほどするらしくてですね、まあ、それやったら CD もう1枚買った方がいいってことで今回我慢しました。なんかこう上島竜兵さんみたいですね、クールリンパとかふざけんなポンとか、なんかこう椅子で飛ぶと高瀬くるみちゃんみたいになりそうですけど、まあ、余談ですけどダチョウ倶楽部さんとですね数年前、実際至近距離で生で見まして一緒にふざけんなってジャンプするのも一緒にやった思い出があります。はい、ということでじゃあジュースジュースの話に戻ります。ポップミュージックですね、先ほど申し上げましたけども、もともと愛は勝つのカンさんがですね今年リリースされた曲ですね。カンさんはですね余談ですけど今度5月の頭に大分にお見えになる予定ですけども、まあ、ちょっとね私ちょっとライブチケットあいにく買いませんでした。まあこのねこのキャッチーな曲とか歌詞とかですねいうのがまあやっぱよくよく考えるとカンさんらしいなと思います。ちなみにこのカラオケですねこの間換算バージョンのポップミュージックだったんですが非常に難しいです。もう最初のメロでとかサビから始まるんですけどもうそこからついていけなかったですね。まあ、このジュースジュースバージョンもですねまた覚えていきたいですし、ジュースジュースバージョンは本当可愛らしいですね。曲いろんな、まあ、曲のオマージュも入っております。そして何よりこのミュージックビデオが本当に可愛らしいんですね。ダンスとかこの昭和と平成令和とこうつながっていくメンバーのそれぞれの特徴も出ておりますし、でやっぱ歌がうまいですよね。最後の高木さゆきちゃんとかな、チュルチュルプルタピオカミルクティー、すごい歌唱力ですし、この今の部分はカンさんも本当最後ファルセットですごい高い高音出して盛り上がるんですね。でやっぱりこのミュージックビデオとかメンバーもそうですけども、ハトが出てきます。3匹のですねこのハトがまた可愛らしいんですよ。ぜひミュージックビデオも見ていただきたいと存じますし、でダンスのレクチャーのサビ部分のですねダンスレクチャーの動画もですねこの間上がりましたけど、それもハトの3匹というか3人が踊っておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。で続きまして好きって言ってよでございます。こちらダブル A 面の曲でですね、こちらが今度ポップな曲とか打って変わってクールな R&B な感じでかっこよくなっております。まあこちらもですねミュージックビデオが、YouTube ジュースジュースですね
動画で上がっておりますが、前に言ったと、それでは私が本当ポップミュージックがもう好きすぎて、ほとんど聞いてはいないんですが、まあ、ちらっとさっき聞いたんですけど、これがまた結構音楽も良くてで、大人な感じなジュースです、ジュース。まあ、あんまり曲は知らないんですけど、これの逆にジュースジュースらしい曲なんかなと、クールで歌唱力で見せるという印象の曲でございます。で、またですね、カップリングが2曲ですね。一つが続いていくストーリーということで、シンフォニックバージョン、フューチャリングかりんちゃんということで、もともとこれアルバム曲に入ってた続いていくストーリーという、まあ本当王道なバラードで、これからも続いていくということで、こう、ミュージカルのような感じでですね、ミュージックビデオもこう、メンバーが黒いバッグに白い服、服は着てると思うんですけども、まあ本当こう涙誘うような、こう、叙情的なというか、本当王道なバラードでございますので、で、今回、まあ、宮本かりんちゃんが6月の頭にですね、ジュースジュースを卒業されますので、まあ、その思いもですね、万感の思いもこもってるんでしょう。で、最後、ボーダーラインという曲でございます。こちらはですね、また、一風変わったというか、ポップで本当明るい曲でございます。まあ、ちょびっとしか聴いてないんで、すいません、感想は深く言いませんけども、明るい曲で。まあ、だから本当、ポップな曲と、このクールな曲と、王道なバラードの曲と、もうシングルですけども、この4曲をバリエーションよく聴けるというのは、本当、良い CD だなというふうに思っております。それでは、このポップミュージック、好きって言ってよのですね、なんかカード、トレーディングカード、誰が入ってるか開けますね。本当に、まあ可愛らしいですし、歌がやっぱりうまいっていうのがですね。じゃあ開きますよ。じゃん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 。お、この方。あ、チャンさんだ、やっぱ。宮本かりんちゃんですね。まあ、この後ろの、まあ、紫に似て、まあ、このブドウなんですけど、それでもちょっと予想ができてたんですけども、今回卒業するメンバーということで、本当、まあ、貴重な一枚ですね。実はですね、調子に乗ってついでにもう一曲買いました。これですね、その前回のシングルでございます。2019年の5月か6月頃にリリースされたと思います。一人で生きられそうって、それってね、褒めてるのと、25歳永遠札でございます。このね、2曲もね、ほんと最近ヘビロテでございます。一人で生きられそうって、それってね、褒めてるのがほんとクールで、ビートの効いた。で、こう、まあ、ハロプロやし、ウェットに飛んだというか、強がってる私気づいてるとあなた、女性の強い思いが出てる曲ですね。最後のラストサビのですね、ダンバレルーちゃんの、一人で生きられそうって、それってね、褒めているの。なんていうのが本当、かっこよいですし、このちょっとハスキー部分な、太くてハスキーな部分というところが、こう、女性のこのウエット、悲しみ飛んだところで強く訴えかけているというイメージもございます。この曲もちょっとカラオケで、まだ歌ったことないので、歌いたいです。で、もう一つね、こちらもね、25歳永遠説という曲がもう本当私好きすぎてというか、毎度涙をしてしまう曲でございます。こちらはですね、まあ、ジュースジュースの初代リーダーであります、宮崎ゆかにゃの、まあ、卒業ソングで、もうゆかにゃがメインの曲なんですね。まあ、本当この歌といい、そしてミュージックビデオが本当感動的で、メンバーとのフレームそうですし、こう、石川県、地元に、ゆかにはですね、石川県出身ということで、石川県、まあ、金沢市でこう、いろんなスポット曲がりながら、で、メンバーと最後、ですね、一緒に今過ごすという、これね、本当ミュージックビデオまず見ていただきたいですね。まあ、よく話題になるのが、その、ミュージックビデオの中に出てくるパラソルがですね、まあ、石川県、金沢にこう、置いてかれるんですけど、これの意味についても、ほんなら宮崎ゆかちゃんは、皆さんのご想像にお任せしますということで、なんかこう、ストーリー性があるというのもそうですし、この歌詞もですね、非常にいいんですよ。本当25歳の思いを綴ったというか、まあ、ハロプロはですね、ご存知の方も多いでしょうけども、こう、大体25歳定年説というのがあって、
大体こう25歳になるとこう皆さん卒業していく、定年が25歳までということはあるんですが、それを逆手にとって25歳永遠説という、まあその起点が効いているところがまず面白いなと思います。でさらに、この曲まあ25歳ということでですね、歌詞もいいんですよ。地元の子ママになった、あの子は転職中って、まさにいろんな25歳という人生の局面を迎える。この間なんかラジオに聞いてました、洋楽でもなんかあったんですけど、この20代から30にかけての転換期のっていうのは本当いろんな歌とかに歌われてるらしくてですね、まさに家庭を持ったり仕事を始めたりとかして人生の転換期を歌っている、まあその時期の曲ですし、また2番の歌詞のですね、後悔はああでいいんじゃないって、数えるもんじゃないっていうところもですね、非常に納得させられるなというふうに思います。このね、本当、まあ、この間ちょっとカラオケで歌ったんですが、これまた難しい曲で、まだうろ覚えもありますし、どうしても私ちょっと感極まるんですよ、この曲。毎度聴くたびにこう涙が出てきそうというか、まあ、もちろん宮崎由加さん卒業という序章もあるんでしょうけども、まあ、ただ正直私がそのモームスに興味を持ったのが2019年6月の、まあ、中旬でしたけども、もうその時はすでにもう宮崎由加さんがもう卒業されるぐらいなんで、あいにく正直現役を知らないんですね。ただいろいろ過去の動画を見ると、こう宮崎由加さんやっぱスタイルいいですし、私一番好きなのがウグイス嬢なんですよね。一番センター宮崎くんなんていう、まあ私ずっと野球、高校野球もやってましたし、野球好きということもあって、ね、このウグイス嬢ネタ本当惚れ惚れします。本当うまいんですよ。まあカナダ多分星稜高校だったと思うんですが、でそこで放送部に入って、放送部というか野球の専属の放送部なんですね。まあウグイス嬢って結構野球部のマネージャーが、女子マネージャーがすることが多いんですけども、そういう、まあ女子マネージャーではなくて、その放送野球部の放送専属でやってたので、ウグイス嬢がうまいということで、でお兄さんが星稜高校の野球部ということで、ネット上で写真拝見しましたが、すごい、まあ男から見てもこういきこうつくて結構爽やかなイケメンだなという感じがします。まあね、石川県もぜひ行きたい、金沢とか、まあこの間地元のですね、宮崎ゆかりの出身地の河北市の、観光大使かなんかにも任命されたそうですし、本当故郷で錦を飾っている素晴らしい方だと思います。まあちょっとですね、3月末で終わりましたけど、加賀温泉でですね、モーニング娘。の加賀楓ちゃん、カイディも、大使をやっておりましたけども、この石川県っていうのは本当ハロープロにとっては注目ですね。もう私もちょっと行きたいですね。こう、まあ、石川青年団も盛んですしね、ちょっといろんなところやっぱ全国各地巡りたいなと思います。まあ、そんな一曲でございます。カードを開けます。宮崎ゆかりはですね、本当まあ会いたかったというか、現役の時知らなかったんですが、いただきます。じゃーやん、せーの、じゃん、チャンさんだ、またですね、先ほどのポップミュージックと合わせて持ってますね。で、まあ、余談ですけど、私はモンスターと、まあ、チェルオシーですけど、やっぱ紫関係というですね、縁があるのかもしれません。まあ好きな色はブルーですけど。25歳永遠説、うまくいくよ私ならということで、本当ジュズチュースの曲を聴くとですね、本当歌がうまいですし、こう耳に残る、で心揺さぶれる曲が多いなっていうのを感じてます。まだ実際本当この 4,5 曲しか知らないんですけど、これからまたジュースジュースのことを知りたいなと思っております。ね、まあ、ジュースジュース、今度5月頭に今ツアーやります。まあ、あいにく九州にはこれですね、広島県、まあ、ダンバレルルちゃんのふるさとですけど、には広島まで来るそうなんですけどね、まあ、いつか見たいですし、まあ、ただそのコロナウイルスの関係でどうですかね、4月末モームスと、で5月末はビヨンズに行く予定なんですけど、まあちょっと心配ではございます。まあ安全第一で、健康第一で行きましょう。ということで最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければいいねボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは一日も早く、ね、穏やかな春が来ますように。春は必ず来る、死にましょう。それでは。